はい、どうも。いつもエッジゴルフをご覧いただきありがとうございます。今日は、サムネにも出したんですけれども、今年の目標とかね、まあやりたいこととかね、まあいろいろねやっていこうと思うんですけれども、去年最後に練習した風景をね交えながらちょっと喋っていこうかなと思いますんで、よかったら最後まで見てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではどうぞ。面白いのありました。いやいやいや、楽しく拝見してますね。まあ、ずっとやってますとこうやって声かけられることも結構ありますけど、写真撮っていいですか？まあ、いろいろやってほしいこととかあったらコメント入れてください。すいません、ね、はい、もちろん高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。残してください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。窓ガラス見ながらスイングチェックしてるんですけど、振り方はこんな感じで、ね、振っていきたいんですよ。まっすぐ上げてクラブが垂れて、まあ、横振りになるというかな、うん、このヘッドのね、ヘッドが外から来るような感じでね振っていこうとするのが一応今年のスイングの目標という形ね。腕が前に行くのはね、この形はまあこれで振っていくと首切りみたいになるんで、なるべく下に落としていくようなイメージで振っていきます。こうやってゆっくり振ってる時は結構イメージ通り振れてるんですけど、これが速くなってくると、うん、やっぱり力みとかがあってこのスイングアップがねなんか保たれなくなってくるんで、これをねいつでもできるようにしていければなと思ってますが、基本的に、僕のアップは9番アイアンから、まあ、ピッチングとか9番から打ってきます。でハーフスイングで100ヤードぐらい、このぐらいのスイングでこの球を捉えていくイメージをしながらアップしていきます。ウェッジでアップするってことはまあめったにないですね。ウェッジって意外と面倒なんで、なんかダフったりとかチャクったりとかするとなんか1日のイメージが良くなくなるんで、大体こうやって、9番アイアンからとか打っていきます。あ、そうそう、これちょっとどっかで見たんですけど、膝が前に行かないスイング、右膝がインパクトの時につま先上げるっていう形で打っていくとこんなスイングになります。結構頑張ったの今ね、結構頑張ったスイング、うん、これ結構つらかったですね。あとはこれでメルカリで300円の超極安練習器具、これ使うと、まあ、腕を使、まあ、これを使って腕を使わないように振るっていうのが正しいのかな、うん、上げて体ごと上げてってそのまま体の回転で振るっていうような形ができるのかなと思ってます、うん、なかなかいいスイング矯正器かなと思って使ってます。
じゃあここから今年の目標なんですけど、まあずっと言ってるのはクラちゃんを取りたい。ここはまあ第一なんですよね。欲しいっすね。2年連続2位なんですよ、しかも惜しいところでね。で去年は、1.5、1.5 やって最後のハーフか、最後の9ホールで逆転負けっていうか、もう完全に自分のミスです。ちょっとね集中ができなかったかなっていう感じなんですけど、まあ、この最後のね9ホールをちゃんと回れるように今年は仕上げていこうかなって、どうやって仕上げるのか分かんないですけど、まあ、それがねちゃんと回れるように、最後まで、諦めずにできるようにしていこうかなと思います。できたらいいなと思ってます。シャンクしましたね。シャンクですね。基本的にシャンクをしたら、まあ、自分で悪いとこ分かってるんで、それをね修正すればいいだけなんで、2回連続はまあしないです。で自分の中でこうやってシャンクが出たらこうすればいいっていうのを分かってれば、1発2発のシャンクなんて忘れてしまえばいいんすよ。でクラちゃんの他にはクラブ対抗ですね。関東クラブ対抗、今年は決勝が葛城ヤマハ女子オープンかな、なんかでやってると思うんですけど、そこでラウンドしたいという願望新潟にいるとなかなか関東でラウンドしようっていう機会がまずないんで、本当そういうところでできると最高なんですよね。あとは、まあ、目指せ280ヤードっていう形でね、このユピテルでやってて、去年やっとね到達できたんで、まあ、それを維持するとか、まあ、それよりね飛距離を伸ばしていきたいっていうのは思ってます。これも願望、現状維持がねなかなか難しいんですけど、まあどうだろう、年々飛距離もねなんか伸びてる感じがあるんで、50近くになってね、またいいスイングがねできるようにやっていこうかなと思ってます。まあ、今のこの時期だともうほんとスイングチェックと、あとはもう思いっきり振ってなんだ体幹を鍛えるとか、まあ、冬の練習ってまあそんなとこなんで、特にうまく打とうとかなんだ距離合わせて打つとか、そういうことはまああんまりしないんで、まあ、練習の練習っていう感じでねこの時期はやってます。
まあ今練習場も冬の球なんであんま飛ばないんで、うん、まあ気にしてませんけど、ヘッドスピードがね、まあ50ちょっと下回ってるんで、ここはね、まあちょっと速くしたいなとは思ってます。だって50、あの280飛ばした時は53くらいだったから、うん、それがいつでも出るようなスイングっていうのはちょっとしたいですね。まあ、ここから9番からドライバーまで順々に打っていきますが、まあ、30球ぐらいでしたけど、まあ、こんな練習してますという形で紹介でしたんで、まあ、よかったら最後まで見て高評価と、よかったらチャンネル登録してもらえればと思いますんで、よろしくお願いします。はい、最後は納得のスイングでした。と言いながらもう一発打ちますけど、これもナッカーで見たんですよ。で、僕の場合球の前でクラブを置いて打つんで、でこれはちょっと浮かして打つんですけど、うん、まあ、捕まりよくするためにこうしましたっていう、なんか見てやってみましたけども、うん、まあ慣れですね。ということで、こんな練習してましたという形で今年の目標と、まあダラダラ喋ってしまいましたけども、まあ、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。